どうもサーフゲームの鬼黒メガネでございます。今これ音声別撮りで撮っております。この今映ってる映像は8月上旬、県北エリアでやってるところなんですけども、釣れない。黒メガネカップ参加者が12人、私含めると13ね。で、私プラス、その視聴者の方が12人でやっております。で、8月20日現在超過情報が、1件しかございません。本当に渋すぎます。本当に釣れない。そうですね、7月の時点で、あれ7月の時点じゃないな、もう俺はもう4月から言ってた、あれこれ今年外れ年なんじゃないかな。で、5月になってもあれ釣れないな、おかしいなって。で、結局このざまでしょ。やっぱりね、外れ年ですわ。まあ、そのポツポツ釣れてる超過情報もあるけど、だから何百人とは言わないけどね、何十人とかっていう釣り人がブワーッとねやって、そのうちの何人かですよ、そんな超過情報上げてるのは。厳しいねっていうことで、ちょっとこれごめんなさい、自分でね大会やりますなんて言って、一応今黒メガネカップ開催中でございますけれども、ちょっと心が折れましてね、私あまりにも釣れなさすぎて、プラス視聴者12人の協力を得て、それでも超過情報が得られないっていうのを目の当たりにしましてね、ちょっと心折れましてね、ちょっと私サーフゲームから離れてですね、ちょっと違う釣りしようかなと思っております。まあ、大会期間中なんで、まあ、やりますよ、サーフはやりますけど、ちょっと他の釣りもねやりたいなと。石持ちが釣れてるだの、アジが釣れてる、イワシ、サバが釣れてる、それプラス泳がせとかね、あとはキス釣りですか、キス釣りとかもね、キス上がってるんですよ。釣り具屋に超過情報は持ち込まれないですけど、キスがね結構好調なんですよ。だからちょっとそういうのをやってみたいなっていうね。釣れない釣りをやるよりかは、やっぱその時その時の旬のね釣りをしたいなと思います。これもうずっと前から言ってるけど、黒メガネチャンネルっていうのはサーフゲーム専門チャンネルじゃないんですよね。いろんなことやりたいわけですよ。でもあなた方視聴者たちがサーフゲームにしか興味ないから、他の釣りを動画上げてもね再生数伸びないからしょうがないなっていうところでね、サーフゲームを中心にやってましたけど もうさすがに無理、さすがにもう続けられない、この苦行は。ということで、ちょっと私サーフゲームから離れて、ちょっと他の釣りしたいなと。まあ、それ動画化するかどうかわからないですけどね、っていうことがまず一つと、それから、まあ、お盆休みですね。まあ、県外、埼玉、群馬、栃木とかね、その辺の人が茨城にね、サーフヒラメ釣りたいんだっつって、来られる方いらっしゃるかもしれません。悪いことは言いません。常磐エリアは避けてください。常磐エリアは来ない方がいい。やるんだったら
もう無難に鹿島灘に行かれた方がよろしいかと思います。まあヒラメマゴチ釣れてるかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ常磐エリアよりは釣れてる間違いなく。であとなんか青物が入ってるでしょ、青物が入ってるらしいですからね。こっちは何にもない、青物も何にもない。その釣り具屋さんでね、ヒラメ釣れてますとかね、ショコが30センチ超えましたとかね、なんかそんなのありますけど、それも本当みんながみんな釣ってるわけじゃなくて、本当にごく一部の人ね。例えばブワ、まあ某場所ですよ、まあ、言わずもがなですよ、あえて言いませんよ、あえて言いませんけど、某場所ですよ、某場所ね、某堤防にずらーっと人がびっちり並んでね、朝まずめ暗いうちからシュッシュッシュッシュ投げてね、実際釣るのはもう1人か2人ですよ。そんなもんほんと渋い、ほんとに渋い、マジで。ヒラメ、青物は渋い。それ以外はね、普通になんか釣れてますよね、サビキなんかよりアジとかね、うん、だからちょっと他のね、他のことをやらせてください。さすがにサーフゲームの鬼と言ってますけれども、さすがのサーフゲームの鬼も折れた、ダメだ。この俺、こんなに視聴者12人参加してくれてるんだから、まああるだろうと。超過情報で、超過情報を聞きつけて、で、あ、どこどこ釣れてるんだって分かったら、そこ行きゃいいわと思ってたの、実は。ね？それがさ、上がってこないんだもん、情報が。マジきついよ。マジきつい。多分、まあ、やりますよ。黒メガネカップはね、継続してやりますよ。一度やるって言ったんだから、8月末までやりますよ。多分ね、60。50後半ぐらいのサイズを1匹釣ったら俺その人優勝だと思うよ。60いかなくてもいいから、50後半ぐらいの1匹釣ればもう優勝だと思うよ。釣れない、ほんと釣れない。でこれはもう証明できたと思う。で俺が下手くそなんじゃないんだ、俺が下手くそなんじゃない、入ってないんだね。いくらサーフゲームの鬼といえどね、入ってないもんは釣れないのね。これしょうがない、これはみんなが証明してくれたと思う。参加者、大会参加者12人が証明してくれたと思う。黒メガネが下手くそなんじゃない、サーフが死んでるんだと、ね、常磐エリアのサーフが死んでますということで、普段常磐エリアでやってる方、もしくは県外から来られる方で、いや俺はサーフでなんとか釣りてんだよっていう、そういう人がいらっしゃれば、ちょっと遠征されたらよろしいんじゃないでしょうか。常磐エリアから離れてね、うん、ということで俺もどうしようかな、ひょっとしたら宮城行くかもしんないな、うん、もう釣れダメだってね、もう痺れ切らしたら本当に行っちゃうかもしんないね。宮城県の、まあ、宮城県での視聴者もいらっしゃることだと思います。ひょっとしたら突然ね、ミトナンバーの車が来るかもしれませんよ、ね、その時はよろしくお願いします。以上、黒メガネでした。引き続きですね、黒メガネカップ参加されている12名の方、頑張ってください。私はちょっと休ませてください。以上、黒メガネでした。バイバイ。